はい、こんにちは。カンピョーネの辰巳です。で、今日は、小学校の、子とか、水の中の牡蠣が弱い、女の人におすすめな、陸トレを教えてくださいってことなんですけども。で、今日がね、確か12月の何日？ 15 日？金曜日なんで、年末年始、ちょっと泳がれへんとかいうね、人にもちょっとおすすめな、これをやっとけば、ある程度、筋力、ね、1週間泳がれへんかったら、ちょっと筋力が弱ったりとかもする人いてるんですけども、そういうのも防げますよっていう、簡単な、誰でもできる、簡単な、陸トレを一つご紹介しますね。で、まずこの、10分ぐらいで終わるかなって思ってるんで、動画見ながら一緒にね、やってもらったら嬉しいんで、ちょっとこういう T シャツか、もしくはポロシャツね。で、もうちょっと負荷かけたい人はトレーナーとかを1個、ちょっと用意してくださいね。はい。で、この今からやるトレーニングは、小学校とか、女の人だけじゃなしに、現役選手とか、で、上やったら、70代とか80代とかのね、マスターズで頑張ってるスイマーの方でもできるんで、はい。実際、それを、3つぐらいね、T シャツ使ったエクササイズを3つぐらい、ちょっと紹介していきます。ね。で、まず、1個目ね。1個目は、ストロークの前半部分ね。前半部分を強化する T シャツはたきってやつをね、ちょっと紹介しますんで。で、アップがてらね、ちょっと一緒に、ちょっとできたらやってください。ね。で、T シャツの、まず、この肩のとこね、肩のとこちょっと握ります。ね。はい。握ってもらって、で、ちょっと注意点あるんですけども、頭ぐっと上げてもらって、自分の胸のとこね、胸のとこまでしっかりと叩いていきます。ね。はい。で、この叩くときに、ね、叩くときに手首がこうやってね、向こうを向いてしまうと、これは全然ね、ストロークの水の中の牡蠣とは違った筋肉を使ってしまうんで、ね、体の使い方もそうですよね。こうやってこう引いてくるクロールっていうのはないと思うんで、ね、しっかりと水を抑えて自分の方に持ってくるっていうね、そういうのをちょっと意識してもらわないと、意味がないと思うので、手首は返さないようにね、返して叩くんじゃなしに、返さずに、この状態ね、この状態で、叩いていってください。こういう状態ね。こうじゃなしに、こういった状態で、叩いていきます。自分の胸のとこね、上から、万歳して、パターンとこね。これだけです。で、手首は、なるべく返さないようにね。返してしまうと、全然ね、水撫でてしまうし、ね、返せへんかったら、胸のこの体のね、胸、体幹に近いところの大きな筋肉というのも使いやすくなるんで、ね。はい。で、このまま叩いていきます。これを一緒に10回やっていきます。ここね。 はい。ほな、いきますね。よーい。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。いけました？はい。はい。ほな、今度ね。今度は、ストロークの中盤からフィニッシュ部分ね。フィニッシュ部分っていうのも、ちょっとやっていきたいと思うので、自分の胸のとこね、胸のところから太ももをタッチするとこまでしっかり叩いていきます。で、これもこうならんように、肘が曲がってかくんじゃなしに、肘はしっかりとこの90度ね、90度よりも折り曲がらんようにね、折り曲がって叩くんじゃなしに、パタンとこう、90度よりも折り曲げずにしっかりと叩いていってください。で、これがちょっと水を後ろに押すね、
押す技術が向上するにちょっとつながるんで、はい、でこれを10回ちょっとやっていきます。太ももまではたいてくださいね。はい、いきますね。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK、 いきました。はい、まあこれアップなんでまだね、あとでちょっと30秒ダッシュとかやろうかと思ってるんで、はい、で次3つ目は定番材のところからフルスイングで叩いていきます。フルスイングで叩いていきます。この感じでね、はい、でこれも一緒ね、手首をくにゃんとこう返さないようにね、返してしまうとこういう撫でるようなクロールになっちゃうんで、クロールとかバタフライとかねなっちゃうんで、しっかりとグッと押さないといけないんで、手首は返さないようにしっかりと叩いていってくださいね。はい、これも10回いきますね。はい、いきます。よーい、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK、 はい、そしたらダッシュしていきましょうか。一応項目が 50m を速く泳ぐためのというね、まあそれ一個の目標なんで、はい、30秒ダッシュを3セットいきますね。3セット、ほんで1セット目は自分の胸の前半の部分の胸のとこまでね、2セット目がこれで最後まで叩いていきますね。で3セット目はフルスイングで30秒、ちょっとやっていこうかなと思いますんで、はい、準備いいですか。はい、ダッシュね、これはダッシュね、しっかりね、僕も一緒にやるんで。はい、行きます。よーい、はい、前半分ね。10秒、20秒、はい、ラスト OK、 ちょっと休憩、お水飲みたい人飲んでくださいね。はい、まあこの辺ね、自分の、まあ、腕もそうやけども胸のところらへんがなんかちょっと熱くなってたら OK です、これはね。まあ一個デメリットはほこりが立つかも分からへんよね、まあ、それだけデメリットやけど、まあ掃除してたら大丈夫だと思うんで、ね、はい、では2セット目で休憩はしっかりとってくださいね、まあ、一応1分半サークルでいこうかと思ってるんで、はい、次2セット目は自分のここのね胸のところからはたいていきます。まあ、いきますね。よーい、はい、肘90度以上ね、曲げへんようにね。10秒、20秒、はい、ラストスパート、はい、 OK、 いやー疲れるこれね、結構負担かかるんで、ね、はい、ほなラストセット45秒後ぐらいに行くので、で今度フルスイングで行きます。でこれもさっき言った通りこの落とし方ね、こうならんようにね、こうしっかりと水の中をしっかり押すっていうような感じね、まあ、いったらこの
手のひらとここの、まあ、前腕のところですよね、そこの部分で落としていくっていうような意識でやってもらうと OK だと思いますんで、はい、来ないならんようにね、しつこいけどはいはい、これラストね、これで終わりなんで、はいはい、5秒前、よーい、はい、10秒20秒あと5秒はい、 OK、 イエーイ、はい、で、これは10分ぐらい、11分か今ね、はい、10分ぐらいでできるんで、まあちょっとやってみてください。ほんでもし子供さんとかになんかお手伝いさせたいとか言ったら、これをまあ洗濯しますね。で、洗濯物を今みたいな感じで、はい、はたいてと言うて、こう10回はたかすとかね、10回はたいてもらってハンガーにかけて、いや、釣っていくとかいうね、そういうお手伝い感覚で のやってもらってもすごくいいと思うんで、ね、お母さんにとっても子供さんにとっても絶対的にこれはね、二人にとってもいいようになると思うんで、はい、まあ、こんな風にしてちょっとやってみてください。はい、以上です。